ブラキオサウルスカは約1億5080万約9350万年前にかけての約5730万年間を当時のローラシア大陸とゴンドワナ大陸に生息していた巨大な装飾性恐竜の一分類群、竜板目、竜脚系アモク竜脚た目に分類される。現在、明確にブラキオサウルスカに分類される。 種のうちで最も古い時代に属するものは約1億5080万年前に出現したと見られるブラキオサウルス属とその禁煙種である。一方で最も若い時代に属するものは約9350万年前まで存続していた可能性を持つソノラサウルス属と見られる。赤レベルでの分類説もあるが不明な点が多い。表記内容は左から順に標準和名。 学名、特記事項は、異説あって、不特定の異、まは、百万年を意味するメガナムの地質学上の略語。ありがとうございます。